刻は午後7時と相なった。宮坂殿、一旦ご苦労にござった。これよりはビートアラウンド834サテライトフラッシュじゃ。毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊。本日の出陣は鬼の半蔵こと服部半蔵正成と破天の延期丸でござりまする。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産はー。さあさあさあ、こたびもリモートなる術を用いて生放送でお届けいたす。うん、ほいで延期丸や。あ、こたびの放送で、まあ、4月からのこの3ヶ月にわたって我らいたして、はい、これで最終回だったのじゃが、本来であれば、はあ、本来でござればじゃが、しかしや、実は7月から9月からも我ら服部半蔵忍者隊が毎週水曜日を務めることと相なった。よー延期丸のやーも飛び出して、なあ、いやいや、嬉しい嬉しき、いや誠に嬉しいわな。あ、まあ、我らのことをな、またこの声を通じてこののを話せるということで嬉しい。だってな、皆の衆、来月からもよろしゅうお頼み申す。うん、まあ、しかしながら、まあ、本日もしやするとの初めて我らの声を聞いておる者がおるやもしれぬゆえにな、まずは我が隊の紹介と参ろうでは、延期丸。はっ、さあ、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知、武将観光をより一層盛り上げていくため、徳川家康様をお支えした服部半蔵様を中心に忍者の精鋭たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する観光 PR 隊でございまする。日々名古屋城にておもてなし、そして土日祝日には侍忍者ショーも行っておりまするぞ。そうじゃな、厳選にては電波線も用いて忍びの文化して愛知を盛り上げていきたい所存である。では本日のメッセージテーマを発表いたす、延期丸。あ、こたびのメッセージテーマは、いけるとしたら過去か未来どちらでござりまする。やぶび、メールはメディアス FM の電子版ホームページのメッセージリクエストを送るをクリックいたし、お送りくださりませ。またメディアス FM の専用アプリからもメッセージをお送りいただけまするぞ。アプリのダウンロードはメディアス FM のホームページからよろしゅうお願いいたしますね。皆様からのメッセージお待ちしておりまするぞ。おお、待っておる。そうそうそう、まあ、先週の実はちょうど、まあ、現実について、最後現実についてこの番組で話したんじゃけども、このかつて家臣孤児っちゅうな現実使いがおったのじゃ。あれですね、あの枯葉をあの魚に変えたり、うん、あの洪水のこう原因を見せたりするすごい方ですの。あ、そう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 、ほうなんじゃ、ほうなんじゃ。そのものがこの松永久秀殿というものがおったんじゃな、うん、昔の、うん、で前にのその久秀殿が亡くなられた奥方の亡霊をなんと呼び出したとか、うん、このものが家臣孤児だよな。だもしやすると、まあ、生死を超えた幻を見せることは、まあ、できたかもしれぬかな、うん、知れませぬが、まあ、さすがにと、うん、まあ、その時空を超えることは、まあ、わしら忍びでも、まあ、できなかったということでございますの。そうじゃそうじゃそうじゃ、だってな、うん、この現世でいうタイムトラベルっちゅうやつなんじゃな、これな。なんで、まあ、このさよさよ過去と未来な、まあ、これもし行けるとしたら、まあ、どちらが A かということで、延期丸は、いやいや、これは結構難しいんですが、うん、わしはうふふふてててててててみたいな、あのいわゆる猫型のあのからくり機。うわ、ちょっと恥ずかし恥ずかしそうにモノマネしたな、お主今うふふふふのうわからくり機、もう皆が知ってるあの青いからくり機でございます。おるな、猫型の、あのちょっと世界に行ってみたいなっていうふうには思いまする。あの、あ、なんじゃなんじゃ、どこに行きたいって？あの世界に、あの未来の世界に行きたいなっていうふうには思っております。ああ、だってお主は、まあ、過去か未来か言ったら未来。まあ未来ですな。まあその今あの現世でもうえらいこたびもあの気温が高かったんですけども、果たして未来はどんぐらい気温が上がってるのかとか。その現世における環境問題はどうなっておるのかというところが、うん、私個人一番気になっているおるところとても先ほどモノマネしたものに思えんほどの真面目な、まあ、まあ、猫型の、ね、からくり機に会いたいと、まあ、ちょっとまあ建前でございまして、まあ、
なるほど。そういうその環境問題がそのまあ100年後、うん、200年後どうなっておるのかなっていうのは、まあ、ちょっと気になりまするな。なるほどな。安藤様は何かありまするか、どちらかあります。わしの、まあ、わしもどちらかというと未来見てみたいんじゃけど、あのの過去行きたいんじゃ実は。あ、え、過去。それ何故かというと、この我らが住んでるこの星ござるじゃの地球。あ、ございまする、うん、それの誕生した瞬間にわしは行きたい、行ってみたい。もうそれはもう人類のもうみんなが見ることはできるさよ、その瞬間を見たいと。さよ。ほいであの、もうちょっと前、まあもうちょっと時を進めて縄文時代とかな。はあ、はあはあ、うん、まあ人の原型と言ったらいいのかな、うん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 、それを覗き見してみたいわな、わしは。うん、だってもう延期丸なんざはもう、うん、な、昔山で猿と暮らしておったから、ああ、まあ、にもしやすると、まあ、近しいものがあるやもしれん、うん、ああ、なるほどなるほど、猿みたいなものたちが餃子おると、うん、もしかすると、まあ、過去のものに失礼なこと今言ってわしが言ったやもしれんのが、うん、だって、まあ、もしかするとな、我らとちょっと違う考えを持っておったりとかしとるやもしれんで、まあまあそれはまああるでしょうの、うんうん、覗き見してみたいということで、ああ、まあ、みんなにもな、この行けるとしたら過去か未来か、まあ、どちらか行きたいかということで聞いてまいりたいのじゃんな、うん、あ、さあ皆様メッセージどんどんお送りくださりませ。では、うん、ここで早速、一曲お聴きいただこうと思いまする、うん、さあこの絵巻どん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 面白くなっておりまする、わしも海賊王になりたい、アドで新時代。服部半蔵忍者隊が生放送でお届けいたしておるビートアラウンド834サテライトフラッシュ。この番組ではもう皆々からのメッセージをお待ちしておる。本日のメッセージテーマは、 うるさいな、延期丸。お主までうおうおうおう言ってるけどもな、まあええわええわ、まあ、本日のメッセージテーマはな、行けるとしたら過去か未来どちらでござる、うん、さあさあさあ、こたびはどんなメッセージが送られておるか。さあでは早速メッセージをご紹介していきたいと思いまする、うん、ラジオネームウイチロー殿、うん、服部半蔵忍者隊の皆様こんばんは。こんばんは。じゃ4月以降も継続とのこと、おめでとうございます。ありがとう。さて今日のメッセージテーマですが、行けるなら過去未来どちら、うん、と言われても現在のことで手一杯でどちらがいいか思いつきません、うんうん、しかしうっかりミスが多いので、ちょっとだけ過去に行ってこっそり直していきたいということはしょっちゅうありますね、うんうんうん、忍者の皆様のようにきっちりと任務を進行するように気をつけねばと思う毎日ですと、うん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 、なるほど、やはりこのやり直すというところでな、ちょっと過去に戻るということが選択肢であるということじゃな。あれですな、まあ、この、うん、うっかりミスっていうのはやはり、うん、まあ、平成における、うん、生きるこの皆々の、うん、まあ、皆の悩みではないでしょうかな。皆このそ うっかりミスっていうのはどこかでやっておるのではないでしょうか。そうじゃな、これわしの場合、うん、多分おそらくうっかりミスなるものをいたしすぎて一向に未来に行けんのやもしれん、これですね。例えばその、うん、出立式の前にあの、うん、覚醒器の電源を入れておくと。そうじゃな、うん、わし入れ忘れてえらいことになったでな、うん、それ戻って入れて始める、うん、ああ、そうなんじゃ、そうなんじゃ、もうわしは本当に便利ですな、便利だな、戻れればな、シートだけ戻るという、うん、そうじゃな、うん、いや、ええかもしれないできな、うん、ありがとさんじゃ。あ、延期丸、延期丸、ちょっとわしからもええか。あ、どうぞどうぞ。あ、まあ、参るぞ。は、ラジオネーム黒猫にゃんにゃん殿、はは、質問です。今日の名古屋城へのご出陣大変お疲れ様でした、うん、忍者装束黒くてかっこいいですが夏は大変ですね。お、さて質問です。延期丸様は出羽の国の生まれだそうですが、うん、今年旬のさくらんぼは召し上がれましたか。お、欧州の我が家では紅秀峰というさくらんぼをいただきましたが、実がしっかりしていてとても甘くて美味しかったです。半蔵様、延期丸様の好きな夏の果物は何ですか。私は断然パイナップルです。お二人のパイナップルの発音が聞きたいです。お願いします。でこのもの続きがござって、はあはあ、行けるなら未来です、はあはあ、空飛ぶ自転車を操縦して名古屋城に行って服部半蔵忍者隊の方と忍者体操して日帰りで帰宅したいです。未来の忍者隊はツルツルの近未来的な装束着てるのかなと。
のことじゃん。まあとりあえずあのパイナップルという発音が聞きたいらしいわ。どういうこと？そんなにパイナップルがええんですか？あ、いや、みたいな面白い。だ言ってやってくれよ、お主。ではわしからパイナップル発音いきまする。パイナップル。バテレンの言葉に近寄せてきたな。安藤様は。ではパイナップル。では参るぞ。三二一パイナップル。どういう時間これ。いや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 いでは続いてまいろうか、ラジオネームムチムチ猫殿、うん、忍者隊の皆様こんばんは。こんばんは。じゃ、ま、ラジオ継続おめでとうございます。ありがとう。また来週からも水曜日に忍者隊の皆様のお声が聞けることすごく嬉しいです。うん、さて今日のメッセージテーマすごく悩みますが、いけるなら未来ですかね。理由はもし戻りたいと思った時代の過去に戻った場合、過去の自分に会い何かを話したことで今というものが変わってしまって、今まで出会った大切な友人や忍者隊の皆様と出会わないまま生きるかもしれないと考えると寂しいなと思ったからです。なるほど。あと単純に未来の私はどんな人になってるのか知りたいです。結婚してるのか、仕事はどうなっているのか、まず無事に生きてるかなどなど、気になることは絶えません。梅雨が恐ろしく早く明けましたね。急に暑くなりましたので皆様熱中症と体調には十分お気をつけてくださいね、というメッセージでございました。いやこれ深いわな。これ深いですの。だって干渉してしまうと変わってしまうといろいろ。だってその有名なバタフライエフェクトなるやつですな。そうじゃそうじゃそうじゃ、ペタッと、うん、そうなんじゃよな。だってこの人生に起こりうることはおそらくこの無駄なことはないと思うんじゃわしは。嫌なことでもええことでも無駄なことはないと思うじゃん。だってこのものの言っとることはわしは共感できるわ、誠に。いやそれですな、確かに。あまあもちろんその変えたいところございますけども、まあ今のこうやってわしが現世によみがえってこうやってみんなとこの話ができたり会えたりしてる今この瞬間がとても楽しいゆえに、まあわざわざそれもしその変わってしまうというそのリスクがあるのであれば。わざわざ戻らないなというふうに確かに思いまするの。そうじゃな。お主もひげ濃いでな。どういうことでございます。いやそのひげの濃さも未来からの干渉があったらこのひげが薄くなったり濃くなったりしとるやもしれない、お主のひげも。さて続きまして、嘘じゃろ。ラジオネームたかちゃん&ツイッター名としちゃん殿、現在過去未来すべての時代において活躍しまくるであろう人気集団の皆様、コバンチワンダーおつ水曜日。コバンチワンダー、現世のがわちゃわちゃしてるから未来や過去はやだ。はい確かに現世が一番ですが、でも自分は過去に戻りたい。ほう。なぜなら、大恋愛の時代で、できれば高校3年生の時に戻りたいと。なぜなら、大恋愛の時代でモテ期だったから。おりょうま、ちょっと自慢してしもうたかな、いやいや、で本当は人生やり直したいんです、笑い、ということで。あ、ほう、なんかこのものはなんじゃその人生やり直したいと、はあ、そのモテ期に戻りたいと。でそれはまあな、その気持ちもござるが、まあ、誠の気持ちはやり直したいという気持ちが強いんじゃろうな。いやいやいや、ええですな、モテ期。わしもモテ期いつ来るんだろうか。なんじゃあお主はモテ期になるものが求めておる。いやいや来ておりませんな、モテ期。何故お主猿からモテ取らんかったのか、昔400年前。どうなる、メス猿からモテ取らんかったのか。まあまあ仲良くはしておりましたけども、俺にまあ、種類がそもそも違いまするゆえに。なんじゃ種類って。猿からモテたとて。ええがな、毛づくろしてもらっとったんじゃろ、お主、こうやって。背中こうやって。いやいや、つまんでもらっとったんだ。人からモテたい。で猿、まあええ。人の女子からモテたい。人の女子からモテたい。
俺だったらもう鍛えてかっこいい姿見せていくしかないですね。だから、まあ、まあ今470超えましたけども、まあそのうち、わしにもモテ期が来ると思って、頑張っていきたいと思います。そうじゃな、ぜひ頑張ろうぞ。タカちゃんとツイッターめとしちゃんと頑張ろうぞ。頑張ろうぞ。続きまして、ラジオネーム匿名希望殿、半蔵様、延期丸殿、大変暑い中での名古屋城での任務お疲れ様でした。あれ、そしてメディアス FM ビートアラウンド834サテライトフラッシュ電波線9月までの延長、リスナーとしてとってもとっても嬉しいですと。これからも皆様の放送を楽しみにしています。ありがとう。さて、生きるなら過去未来どちらですが、過去に行きたいですと。自分が尊敬してやまない坂本龍馬や勝海舟、徳川家康様といった歴史の偉人たちに会ってみたいからですと。もし会うことを叶わるなら、遠くから忍んで、そっと偉人たちが一日活躍する様子をこの目で見てみたい。あ、それなら当時の忍びのような機敏な動きをしないと捕まっちゃいますね。もちろん過去の日本人が見ていたであろう美しい日本の風景も見てみたいですと。これわしに近しいわな。そうですな。その、あの地球の始まりを見たいという感覚に似てますね。もうわしはもっと過去じゃけども、まあ、なあ、このものは400年前とかな、300年前200年前の幕末、サイレスの。確かに。じゃあこの文章を見てみると、なんかこの徳川家康と書いてあるってね、まあ、延期丸が気を使って家康様って言っとったけども、あ、一応これはまあ隠しておこう、親方様には内緒で、現世に蘇られておるが。じゃけども、現世ではこの徳川家康様はもうよみがえられておるから、現世での様子は見ることはできるわな。やはりその当時どのようにその、この日の元で過ごしておられたのかというのがやはり気になるのでしょう。まあ、そうじゃな。なるほど、それはわかるわな。さあ、続きましていきましょう。ラジオネームサスケ殿、服部半蔵忍者隊の皆さん、こんばんは。久しぶりに文を送らせていただきます。さて、本日のメッセージテーマ、生きるなら過去未来どちらですが、どちらにも行きたくないって思ってしまいましたと。過去に戻って人生やり直したいと思うことも多々ありますが、悩んだり後悔したり辛いことがたくさんあっても、なんだかんだで周りの人たちが助けてくれたり、いい方向に導いてくれたり、楽しい毎日を過ごせているからです。未来も同じですと。今の積み重ねが未来だと思うので、今を一生懸命生きたり楽しんだり胸を張って生きていれば、明るい未来になっているはずだと信じています。だから、未来の自分はこれからのお楽しみにしたいですと。だから、過去に行ったとしても過去の自分にそのままでいいよと伝えるだろうし、未来に行ったとしたら未来の自分に、今の私のおかげだねって伝えると思います。あ、ただ、今後彼氏ができるのかはめちゃくちゃ気になります。かっこ笑い。なんかガチで答えてしまいましたが以上です。以降も、番組継続おめでとうございます。これからも楽しみにしていますと。いや、なるほど。いや、ええこと言うな、このもの。そうじゃな、今の積み重ね、それが未来と。素晴らしい。だって後悔しておらんのじゃな、やはり。これは、ですの、先ほど後悔したりと言っとるけども後悔しておらんのじゃ、自らの生き方にな。じゃけどもこの恋仲そうですね、彼氏それは気になるわな。気になりまするの。そうか、そうか、おなごじゃか、おなごか、サスケ殿は。な、まあ、もしできたらわしらに一歩くださりませ。あ、できればな。祝福してやりたいわな。祝福いたしまするゆえに。なあ、おうかおうか、素晴らしい。いやいや、もう拍手喝采じゃわ。いや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 、ありがとうござる。そう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 、まあ、皆からな、あらゆる答えを教えてもろうた。過去に行ってみたいもの、未来に行ってみたいものもおったわけじゃ。まあ、実はあのわし、先ほど過去を見てみたいと言ったが、まあどちらも見てみたいんじゃ。まあまあ、それはまあわしのわがままじゃと思うんだけども、まあ、先ほども言っておった、まあ、今この瞬間を大切にしたい、まあ、私はそう思った、それではここで一曲聴いていただこうではないか。未来をその手でつかめ、野猿殿でチキンガイズ。
ビートアラウンド834サテライトフラッシュ、午後7時から30分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきたが、そろそろしまいの刻なのじゃ。過去に戻ってやり直すことも、未来を見て今を変えようとするのもええが、やはり今この瞬間を精一杯生きることがわしは大事だと思うわけじゃ。我らと共に一瞬一瞬を大切に生きてまいろうではないか。さあこのように毎週忍びに関する知識を交えながら楽しく皆と交流してまいれたな。よろしゅうお願いいたす。うん、さあ半蔵様、最後に一通だけよろしいでしょうか。ええよ。あ、ラジオネームリリンパッチ殿。パッチ、こんばんは、はじめまして、うん、初めてメッセージテーマを送らせていただきましたと。ありがとう。いけるなら過去未来どちらなんですけど、うん、私なら過去に戻りたいです。ほうほう。理由はもう一度楽しい学校ライフを味わいたいからですと。あ、寺子屋な。寺子屋、うん、が本当に楽しかったと。このもの、うん、よほど楽しかったんじゃろうな、これな。でも確かに、まあ、ええですな。そのいわゆる現世ではその学芸祭だったり、さまざまな楽しい催し事ございまするゆえに。なるほどな。ええですな。わしも味わってみたいな、これな、寺子屋。そうですな、わしもちょっと入ろうかな、寺子屋。さあ、この放送を聞いて忍者に興味が湧いたよっちゅうものは、ぜひ服部半蔵忍者隊で検索してくださりませ。ホームページに、うん、主人情報がございまする、うん、その他 Twitter、Instagram、YouTube、TikTok、うん、Facebook など、各種電子網を通じてかっこええ忍者の姿、我らの活動の様子を発信しておりまするので、うん、ぜひご覧くださりませ、うん、なお、こたびたくさんの方からメッセージを頂戴いたしましたが、時間の都合上すべては紹介できませんでしたゆえ、ラジオネームだけでもご紹介させていただきます。うん、黒猫トマト殿、緑の三階松殿、ビートマサシ殿、白ヤギメイ殿、肥前安蔵殿、ハッピースマイル殿、いつも明るいミホニャン殿、後ほどしかと読ませていただきまする。皆さんのメッセージ誠にありがとうございました。ありがとうござった。ではでは来週のメッセージテーマを発表いたす。来週のメッセージテーマは、もしお主が将軍になったらどんな条例を出すじゃ。あ、メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけまするぞ。ん、ありがとうござる。さあ皆からのなメッセージ待っておるでんな。それではこの後を再び宮坂好み殿のビートアラウンド834でお楽しみあれ。来週のこの時間にまたお会いいたそうではないか。ここまでのお相手は服部半蔵忍者隊の服部半蔵と破天の延期丸でござり申した。最後はこの曲にてドロン、私も素敵な家族を作りたい、オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツ。父母母ウィー